靖国参拝につきましてもですね、談話で示した私の真意をぜひ直接誠意を持って説明したい。その上で安倍総理は靖国参拝に強く反発する中国や韓国に対し、困難な課題があるからこそ首脳同士が胸襟を開いて話をするべきだとして首脳会談に応じるよう求めました。